ダイハツ、ムーブキャンバスの、走りや乗り心地について、検証していこうと思います。では、右斜め前が見づらいと感じます。交差点の右折では、歩行者の存在が確認しづらいです。A ピラーに窓がついているものの、それでも死角は多いです。シートポジションを高めにし、運転に苦手意識のある女性に対してアピールしてはいるものの、爪の甘さは感じてしまうところです。走り出しは、あまり元気とは言えないかもしれません。重量は930キロと、ハイト系の軽自動車として、この車を捉えるのなら、確かに重い方なのですが、スーパーハイトワゴンと比べると、まだ軽い方ではあります。したがって、もう少しキビキビとした加速感を期待していたのですが、感覚的に、低回転トルクの厚い、ダイハツ製エンジンをもってしても、気づけばアクセルを、フルスロットルにしているということがよくありました。交通の流れについていけないというほどではないのですが、山道では多少イライラすることがあるかもしれません。エンジン音は条件が良い時は静かですが、少しでも加速している時や、わずかな上り坂に差し掛かった時、減速している時などは、かなり音が侵入してきます。ムーブでは、静粛性には、かなりこだわっているようで、軽自動車としてはとても静かな車だと感心したものですが、キャンバスは正直もう一歩です。アイドリングストップのマナーについては、現在の軽自動車の中では、標準レベルといったところです。再始動は早いですし、エンジン停止もなだらかに行われますが、始動した瞬間に車が少しだけ前後にギクシャクし、再始動時の騒音も大きめです。トランスミッションである CVT も、心なしか、ラバーバンドフィールが、ほんの少しだけ、他のダイハツ車よりも、大きい気がしました。ダイハツの車というのは、低回転トルクが太く、CVT でもダイレクト感があり、パワートレインやドライブトレインの完成度にはいつも感心させられていたのですが、なぜかキャンバスでは、それがあまり感じられませんでした。それでいて、ベルトのノイズについては、ダイハツの例によって大きく、煮詰めが足りないのではないかと思わざるを得ません。乗り心地については、キュートで柔らかい見た目に反して、路面からの突き上げをかなり感じます。とてもマイルドで、かつフラットライドであった、オリジナルのムーブとは、完全にレベルがかけ離れており、同じ名前を冠しているとは到底思えません。足はよく動いている感覚があるのですが、同時に、突き返す動きも大きいため、揺れの動き出しはマイルドなのですが、揺れの絶対量が、とにかく大きすぎます。また、路面の凹凸に対して、サスペンションはしっかりと受け止めているのに対し、シャシーやボディはそのエネルギーを受け止めきれず、車体がねじれたり、ブルブルと全体が振動を起こすこともあります。揺れた時に振動するのは、ボディの骨格だけではなく、スライドドアや内装部品も同じで、センターメーターの上の部分の、ひさしのようになっている場所が、常にブルブルと、縦揺れを起こしていたのは、乗っている間ずっと気になってしまいました。これよりも車高が高く、しかも、片側、ピラーレスという悪条件を持って生まれたタントでは、車体にひどい振動が残ることはなかったですし。内装部品の取り付け剛性もしっかりしたものだったので、おしゃれ装備満載のキャンバスは、やはり工作精度や、質感の面で、不利だったのかと思ってしまいます。比較的なだらかな路面でも、車輪からは常に、
ゴロゴロ感が伝わってくるため、全体としても、あまり快適な移動空間とは言えないです。風切り音はあまり気にならなかったですが、ロードノイズは低周波音が非常に大きいです。ビシバシと揺れを伝えてくる足回りから想像するよりも、ロールはかなり大きく出てしまいます。ブレーキングしながらハンドルを切ると、外側前輪に、とんでもない負荷がかかっていることがわかりますし、車全体がよたっと向きを変え、腰砕けになるタイミングも早いです。ハンドルには前輪のインフォメーションがなく、そのくせ、輪立ちや水たまりなどで、ハンドルは非常によく取られます。ハンドルセンターの甘さは、軽自動車としては標準レベルだと思いますが、ムーブではもっと、四輪の接地を感じながら、コーナリングすることができたと記憶しています。フロントヘビーな印象を常に感じ取り、ハンドルを切るたびに、要完成モーメントに振られ続ける印象でした。正直、6代目のムーブと同じ、優秀な、D モノコックを使っているとは思えません。高速域でのスタビリティについては存外に良いと感じました。トヨタグループの車には時々見られる現象なのですが、ボディ剛性やハンドリングがあまり良くない車でも、ひとたび高速道路に持っていくと高い安定性を発揮するというのは、やはり何か特別な味付けを行っているに違いありません。全体的に緩いと感じさせながらも、緩いなりに、安心感を持って、高速道路を走ることはできました。きつい上り坂などのように、エンジン性能的な制約がない場合であれば、追い越し車線のペースに、十分ついていくことができます。昨年、ムーブに乗った際、乗り心地やドライバビリティのレベルがあまりにも高く、ダイハツの本気は恐ろしいと思いました。タントではさすがに、背の高さや重量、スライドドアなどによって、ムーブほどではなくなってしまってはいるものの、それでもなかなかの完成度だと思いました。今回乗車したキャンバスでは、どうなのかといえば、私がムーブという名前に引っ張られすぎていたという点を差し引いても、ちょっと見た目にリソースを割きすぎたのではないかというのが率直な印象です。同じようなコンセプトの車には、スズキのラパンがありますが、あちらはベースとなった。アルトの素性の良さがよく出ており、乗り心地もドライバビリティも、軽自動車としては、非常にレベルが高く仕上がっていましたし、ハンドルなども専用のもので、世界観には、特に気を配っていたように感じます。結局、ダイハツの中で、乗り心地にこだわりたいという人は、ムーブを選ぶべきですし、使い勝手にこだわりたいという人は、タントを選ぶべきで、キャンバスは、ダイハツとしても、見た目にこだわり、勇み足で開発しすぎたような印象があります。この車を買うのは、どんな人なのだろうかと、運転しながら、ぼんやりと考えてみたのですが、性別は、まず間違いなく女性でしょう。しかし、私の経験上、20代の女性で、ラパンやキャンバス、パッソモーダのような、明らかに女性向けの車を欲しがる人は、ほとんどいなかったように思います。自分で車を運転したい、若い女性たちは、デミオや XV、CHR やベゼルのような、割といかつい車を欲しがっている人が多いというのが、私の肌感覚ではあります。近年の若い女性は、自立心が強く、特にも車を自分で購入し、自分で運転するという人は、可愛らしさよりもむしろ、スタイリッシュさや、力強さで、自分を表現したい気持ちが強いように感じます。別に私は、可愛らしい車が、この世に存在しても良いと思っています。ルノーのプインゴや、フィアットのチンクエチェントなどは、その分野での、世界的なブランドを確立できています。しかしながら、可愛さや便利さだけではない、内に秘めたる素性の良さや、質感の高さ、操る楽しさなど、特に秀でた何かを持っていなければ、現代の自立し、目の肥えた女性たちを、満足させることは、できないのではないかと思います。